下落してていいいいる銘柄特集は後半でやっていきたいと思いますで。前半戦今からそもそもなんでこんな株式市場荒れているのか下落しているのかと仕事して終わって株価見たらいやなんじゃこりゃみたいなね人がたくさんいると思うんでなんでそうなっているのかっていう話これめっちゃ大事なんでその話を今からしていきたいと思いますなんでこんな株価下がっているのかっていうのを一言で言うとアメリカの10年債利回りが上がっているから これだと思います。これ下の表示しているチャートがアメリカの10年債利回りですね。で、上がアメリカの S&P500 という最強の指数でございます。この2つをね、見比べるとすぐ気づくと思うんですけど、10年債券利回りが上がってくると株価下がってるよね。と、こういう相関性がありますよね。2023年3月なんかも利回りがガガガ,ガと上がってきて、株がガガガ,ガと下がって、みたいなね。我々が投資しているこの株式市場なんですけれども、 まあ、儲かりゃ何でもいいわけですね、正直。世界中の金融の取引しているトレーダーからすれば、別に株でも債券でも儲かりゃ何でもいいんですよ、正直。その投資対象は。ということで、今、アメリカの10年債がすごい利回りがいいよね、と。アメリカですからね、その辺の振興市場が利回り高いとかとはわけが違うんで、信頼性の高いアメリカの債券の利回りが4.8あるんだったら、株別に買わなくてよくねみたいなね。ねそういう感じで考えるわけですよね。いろんな投資対象がある中で、 で最もリターンがいい安全性が高いそれで儲かりはそれが一番いいんで株式投資の魅力が減ってくると債券の方がいいよねっていうことで債券の利回りが上がると株式市場にとってはあんまりよろしくないということですねでなんでそんなことになってんのかという引き金が昨日発表されましたアメリカのジョルツという求人件数ですねこれが求人が予想以上に良かったんですよね まあ,だからあれじゃあ、経済いいなら株価上がるんじゃないって思う人多いと思うんですけれども、これが逆でですね、昨日発表した8月の雇用動態調査、ジョルツは求人件数が69万件増加の961万件で、増加幅は約2年ぶりの高水準となった。 労働市場のひっ迫した状況が示され FRB が来月利上げに踏み切る可能性があるということでこんなに求人員だったらアメリカとしてさらに利上げ今年1回利上げするだろうって言われてますんでそれが来月来るんじゃないかという思惑からもうすでに債券利回りも上がってますし、えー、株価も下落しているということで昨日のこの発表が引き金になって いいいるんじゃないかなかと思いますね。次に注目になるのが今週の6日に発表されます9月の雇用統計ですね。これも非常に注目度が増しておりますと。FRB のインフレ対応は最終段階に入っておりこうした段階で FRB だけでなく金融市場も予想より力強い統計はあまり見たくないだろうと。強すぎると金融引き締めまたしていかないといけないんで金利を上げていかないといけないと。でブルームバーグからも記事になってるんですけどもアメリカ債券の売りが世界の債券に広がる。アメリカ10年 再利回り5%超が視野にということで10年債菌利回りが5%を超えるっていうことはどういうことかというと2007年以降で初めて5%を超える っていうことになるんでこのアメリカの債券利回りが高いっていうところが世界中の債券を翻弄していますよねとでこの記事にも書かれてるんですけれども現在の利回り水準では投資家が魅力的なリターンを得るために高リスク分野へと移動する必要がないためよりリスクの高い資産クラスから資金が吸い上げられているだろういわゆるねグロース株とかまあそういった高成長企業っていうところのそのリスクを取りに行く必要がなくてもう安全で安倍で5%ぐらいリターン得れるよねじゃあそれで 良くないいみたいね、えー。そういう話に今なってますということで、アメリカの債権利回りが上昇している、株式市場の魅力が減る、株売る、みたいなね、えー、そういったことが今起きてますと。 いうののが前半戦のお話ですねそうして今日の日本市場の話をしていきたいんですけれども新高値数がなんと16銘柄と今年一番少ないんじゃないかなぐらいで、えー、非常に少ないですね16銘柄しかありません逆に年初来安値取った銘柄は475銘柄結構多いですねプライムでも191銘柄が新安値取っておりますとさらにすごいのが値上がり銘柄数なんと345社値下がり銘柄3800 この数日間で何が下げまくったんですかという話ですけれどもここからねいろんな銘柄バワバ,バ,バーッと紹介していきたいと思います気になるやつはメモ取ったらいいかなと思いますけれども JR 東海ですね これ、さすがに下げすぎでしょって思うんですけどね、7月の安値も割れてきてますということで、インバウンドとかね、収益性とか、そのライバル不在だとかね、その辺考えると、まあまあ、強い会社ですよね。 利益率27%って、ま、とんでもない利益率叩き出してますし、H 9の進捗も素晴らしいというかね、大幅な増益になってます。そんな、あの JR 東海、天下の新幹線が、かすがに売られすぎ感はあるんじゃないかなと思いますね。次の銘柄、積水ハウスですね。みんな大好き、後輩等ですけれども、こちらもね、直近でガガガガンと下げております。次の銘柄はエネオスですね。これもみんな大好きで、ちょっと前までね、6万円ぐらいだったんですけど、今、5万2000円で買えますよ。 pbr は0.54倍。配当よりもあり4.22ですね、えー。直近でググぐっと下落してます。最近ね、中期経営計画も出してきて、これから還元頑張りますよー、みたいなね。たぶ自社株買いなんかやる気あるっぽい感じで書かれてますね。配当ね、ずっと横ばいなんですね。もうずっと22、22、22、22、人参。そして次もね、油系ですけれども、インペックスですね。これも直近でガガッと下落してます。みんなが買いたかったけど、買えなかったけど、2000円割れてきてる、買えるけど、まだ様子見みたい みたいな,ね、なんかそんな感じのチャートなんですけど、この銘柄は12月の後輩当銘柄ですので、まあ、人気は高いかなと。まあ、なんだかんだね、まあ下げたら拾いたい人多いんじゃないかなと思いますし、円安すごいですし、原油価格も上がってきてるんで、直近でですね、情報修正出したり、配当引き上げたりとか、半減頑張りますみたいなね、そういう結構デカめの発表してるんで、引き続き人気は高いんじゃないかなと思います。で、次の銘柄、小松ですね。これも非常に有料企業ですけれども、直近でね、 チャートガガガッと売られております。配当利回り3.7%ですね。小松もすごい調子いいんですよね。第1クォーターも大幅な増益で57%の営業利益増と。売り上げも17%増なんで、なかなかいい数字ですよね。利益率も上がってきてますよね。ということで、情報修正するんじゃないかなという、そんな。 状況でございます次の銘柄、住友商事ですね。配当利回り4.35。PBR は1倍割れております。0.83となってますけれども、これもね、ガガガッと売られてます。で、次の銘柄、みんな大好き、HC、キャピですね。移動平均線75日制にタッチしてますよと。綺麗にもうずーっとグイーンと上がってましたからね。まあ、ようやく買い場が来たといえば、買い場が来た。 というまあ本当そこはちょっとね、人によって味方それぞれですけどね。会話が来たというか逆にもう終わりだ、みたいなね。そのどう捉えるかは人それぞれなんですけれども、中長期でね、考えてる人多いんじゃないかなと思います。えー、業績は安心安全の増益ということで、二十何年連続増配っていうね、えー、そういった素晴らしい肩書きも持っております。次の銘柄サムティですね。これ今日4.13とね、かなりガガッと売られてまして、で、これは11月の配当銘柄なんですよね。で、かつ株主優待で200株買うと、 ホテルに無料で泊まれると11月ってあんまり数多くないですよね権利銘柄が。っていう中では。 まあ、優待もあるし、配当もあるしということで、面白いんじゃないかなということで、サムティーも下落してます。で、次、青空銀行ですね。これは四半期配当なので、3、6、9、12でね、えー、1年に4回配当をもらえる銘柄でもおなじみですけれども、配当利回り 5.56PBR0.75 ということで、まあ、配当利回りがね、やっぱ5.5かなり高い方ですよね。ということで、高配当ファンドとかね、もう単純に利回りから、もう上からガガって買いたい人なんかには人気の銘柄になってますし、 あと銀行業っていうのもありますしね。こっちは75日移動平均を割り込んでますけれども、3月ぐらいから化け物じみた上昇してます。なのでね、ちょっと一服というか、このえげつなく調整なくギューンってあげたやつギュンって戻してるんで、調整すんだと言えば買いやすい水準ではないかなと。売買代金もね、めちゃめちゃ増えてるんで。 まあ、それなりに株主入れ替わってるのかなという感じもしますね。次の銘柄はヤマハ発動機ですね。PBR は1倍ちょっとハイドリマリ4.06株価もギュンとね、下落してますと。 で、この銘柄も12月の株主優待と配当銘柄なので、12月ね、いい銘柄多いんですけど、その中の一つとして、ヤマハ発動機、やっぱりすごい根強い人気ありますし、面白いんじゃないかなということで、ピックアップしてます。最後は JT ですね。今日4.58とね、大幅に売られておりました。配当利回りがね、やっぱり、 高いですね5.75の利回りということで先ほどの青空同様に利回り上から買いたい人なんかはやっぱこういうの視野に入るんじゃないかなと思いますし JT12 月配当でもあるんで面白いかなと下げたところで買いたい人は多いんじゃないかなと。 思いますね。ということで、このあたりがここ直近で大きく下げた銘柄特集でございます。ちなみに本日日銀 ETF 購入してましたということでね、701億円7ヶ月ぶり、上田さんになってから初ですね。上田さんの体制でも日銀買うんだと。まあ、なかなかね、トピックス全場で2%で引けるってないんで、まあ、今日は珍しくね、 トピックスも下落してますね。で、あとドル円も一瞬昨日150円超えまして、そこからガーンとね下がって147ぐらいまで行って戻してみたいな。一瞬の攻防でガガッという動きもありましたということで、なかなかねカオスな動きしてたのが昨日、今日の値動きですということで、今後のスケジュールこちらのようになっております。いよいよね安川電機もそろそろ来ますと。そしてアメリカの雇用統計ですね。日本時間の21時30分にあります。 ここの雇用が強い数字出るようだとやっぱり利上げしないといけないよねっていうのと利上げ、その高金利っていうところが高止まりしそうだとしばらく金利高いまま横横横ってするんじゃないかなとまあってなると先ほどの理論と一緒で再建利回り高いと株変わりづらいよねっていう株式市場にとってあんまりよろしくない。 っていう状況が続くかもしれない。まあ、そういうのね、こういう雇用の強さとかを FRB は重視してるんで、ビッグイベントになってくるかなと思います。そしてこの雇用統計が出て、そのまま3連休に入るっていう、まあまあちょっとポジション管理はね、短期トレーダーの人は考えないといけないですね。中長期の人はね、まあそんなあんま気にしてないと思うんですけど、本当そこ人それぞれですよね。会話だと思ってる人と様子見してる人と、まあ結構二極化してるなというイメージはあります。はい。ということで、今後も学生ご視聴いたします。以上。